かついてる？こんばんは。今日2公演楽しかったです。いやマジで過去ないぐらい今日ヘトヘト。コメントの左上、ああ楽しかった、ありがとう。今日ゆる公演間違えちゃったんだよね、うまくいかんかった。こんばんは。昨日お話し会ありがとう、楽しかった、あ、ありがとうございます。そっか、昨日お話し会なってやってないから、昨日のお話し会の感謝もショールームで伝えないとね。昨日は7、8、9部と結構遅い時間のね、お話し会だったけどありがとうございました。楽しかった。髪型かわいい。そう、今日夜公演さ、ツインテール公演でさ、みんなでツインテールしたんだけどさ、髪短すぎてツインテールできないからねじりツインにした。なんかちょっとだけ猫耳みたいになってる。エアコンの音えぐ。こんばんは。トミさん、かわいい人ありがとう。エコン行ってありがとうございます。暑い、今日この部屋 27.6 度もある。暑すぎじゃない？帰ってきて家のドア開けた瞬間めっちゃ暑くてびっくりしちゃった。やっちさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。パフォーマンス良くなりすぎててビッと、あ、本当？全然自覚ないわ、いつも通りだったけど、しかもなんなら間違えたしね。けど嬉しい、そんな風に思ってもらえて。こんばんは。 MC よかった、ありがとうございます。感謝。お話し会ありがとうございました、ありがとうございます。昨日のお話し会なんかね、初めての人がすごい多かった、珍しい。こんばんは。やばい、じゃあね、これ多分今日めっちゃ眠くなる。すごい楽しそうでニコニコしちゃった、嬉しい。暑すぎてスマホの熱暴走が止まらない、それはやばい。そういえばね、スマホの機種変する、数日後に。もう予約してあるから13のプロにします。なんか普通の13と13プロで迷ったんだけど、なんかちょっと奮発していい方にしちゃう。試験で、試験さん、ありがとう。 TIFF も決まってたね。そう、 TIFF13 日、今月の13日 TIFF 出ます。そう、13プロ赤なかったから、なんとかグリーンみたいなの、緑みたいな色にした、新色みたいなやつ。あ、指ハートだ。つなちゃん、ありがとう。お話し会でキュンしました、キュンです。もうこれ古いんかな、わからへんけど。こんばんは。なんだっけ、512とかにした気がする。ちょっと 1TB はでかすぎるかなと思って、そんな使わないかなと思うけど、毎回さ、機種変するためにちょっとずつさ容量大きくしてるけど、いつも満杯になるから、どうせ500もなんだかんだ満杯になるやろうなと思ってる。でも次の機種変でさえはギガ放題にするので、もう通信制限とは無縁の生活をこれから送れる。 iPhone ケースはまだ買ってないから、ネットで今日中に注文しようと思ってる。
出てほしいなと思ってたからって嬉しい。嬉しい、ありがとう。出ます出ます。今日はね割と写真撮りました。前回の5倍ぐらいは飛んだ撮った。帰りの新幹線で見てる。あ、気をつけて帰ってね。そう、最近通信制限なりめっちゃなるからもう嫌だと思って。よいしょ。こんばんは。ヒラリンさん、ありがとう。ギフトありがとうございます。こちらこそですよ。こんばんは。月末いつもね瀕死やったから。やっぱり衣装どれもめちゃくちゃ可愛かった。みんな栄光園の衣装どれが一番好きですか？私は中盤の白い衣装かな。どれも好きなんだけど、一番って言ったらやっぱ中盤の白い衣装かな。ピンクの衣装着てるときずっとお腹に力入れてるからね。あれ偉いよ。ヒロコエンセンブロス参戦にいた黒ワンピで手振ってくれてめっちゃ嬉しかった。え、覚えてる。嬉しい。わざわざショールームに挨拶しに来てくれたの。優しいんだけど、ありがとうございます。嬉しいね、優しい。でやっぱさ、自分のさファンの人じゃなくてもさ目合わせてくれると嬉しいよね。どれも好きだけど赤チェック、あ、最初のね重力シンパシーの衣装ね、わかる、かわいいよね。でもあれなんだかんだ好きよ。そう、新衣装だからテンション上がるけど白もピンクも、でなんだかんだやっぱ先輩の貸していただいてる重力シンパシーの衣装、なんかザ・ AKB って感じがしてすごくいいよね。ザ・ AKB 感すごいよね。確かに全部アイドル感満載だわ。確かし、重力シンパシーは松井玲奈さんの衣装です。そう、本当に上島どこにも登場してたね。そうなんですよ、行ったり来たりでございまして。私でもまあ中盤は上手が多いかな。でその最初のオープニング3曲は下手が多いかなって感じ。ちょっとだけね。こんばんは。ネイルかわいい。でもさ、もうさ剥がれてきちゃったから今日落とします。今日の栄光園爪ピンクでできてよかった。もうね爪の先の方がケズです。エリーちゃんと話した？エリーちゃんと話した。それさ、楽屋のさ着替え場が隣なんですよ。だからたくさん話した。あー疲れた。足が重たすぎる。足に重りつけてるんちゃうかってくらい重たい。松井玲奈さんかなり細いイメージ。ね、思った。なんか私衣装入るんだって思った。なんならスカートなんか詰めてあるから、そんなわけないよって思ってるんだけど。チームサプライズ懐かしすぎて重力シンプシコガンでまでいつも見てます。あ、嬉しい。
やっぱそういう人がいてくださると嬉しいよね。そう。こんばんは。劇場のビルから出たら暑すぎたけど、サリーは暑さ大丈夫だった？今日ね、暑いだろうなと思って半袖で行ったから、帰りはね、そんなに暑くなかった。こんばんは。サリンと話したいです。お話し会ぜひ来てください。いっぱい無限に話せます。いっぱい来てください。自分が栄光にいるってなんか不思議な感じした。確かに。え、さえもさ、なんか最初のさ挨拶でさ、皆さんこんばんは、 AKB48 チーム A ですっていう時、毎回なんかあ、いいかって思う。いいか。一回いろんな頭を経由する。8でもなく4でもなく A みたいな。先生さ、アリスやってみたいんだよね、この公演だと。そう、だからアリスのポジいつかどっかのポジやりたいな。だって水曜日だから、私はウサギ、違う、私は暇なの。千織さんと佐保さんがいるとチーム B 感も強い。でもなんかそれ的にはね、結構フォー感強いけどね。ゆずちゃんもいたい、せりちゃんもいてみたいな。ななさんもいるし。どうしても君のカップリングいつが見たい。じゃあ今日の誰ポジだ、今日のチャケのポジやったらいいのか。どっちもやるとしたら、あとエリーちゃんとか。エリーちゃんのポジか。エリーちゃんのポジワンチャンあるな。エリーちゃんしか今いないからワンチャン覚えれるかもしれん。今度聞いてみよう。こんばんは。今日もお顔がつ、本当今日結構もうお疲れの顔してるけどね。お見送りでスケブ出してたハゲです。え？スケブ出してた人は覚えてるけど、ハゲてないよ。全然記憶にはないよ、そのヘアスタイルの記憶は。ありがとうございます、今日来てくれて。こんばんは。お手上げララバイはサリンがやったら絶対かっこいいと思う。できないよあんなの。なんかもうこんなんや、頭すごない？それマジリハでさ、毎回せりちゃんがやるときさ絶対に見るんだけどさ、お手上げられればいい、かっこいい。そう、せりちゃんがかっこすぎて、そう絶対にリハのときに待機して見るんだけどさ、マジ大好き、超かっこいい、迫力がえぐい。こんばんは。いやでもまあお手上げられればいいのポジはやらないだろうね。 A 公演はユニット制覇絶対できないと思う。こんばんは。でも今日りんちゃんピンチヒッターできて偉いよね。寝てたって言ってた、寝てたら電話来たって言ってた。普通に寝てたら電話来て駆けつけてくれた。
さやがピンチヒッターした時も寝てて電話かかってきて、新幹線飛び乗ってこっちまで来たから、なんかそれを思い出した。もうずいぶん前の話だけど、でも雫公園だもんなあれ。よっ、そういった考えると雫公園めちゃ長いね。ライダーとか言ったもんな、その日。その日ジュックロとライダーのユニット2曲だった気がする。ってことは雫公園ですよね。長くね、雫公園ね。そう、みーちゃんのポジは前日に新しいポジ覚えてねって時だったね。でもりんちゃん舞台の稽古もあるやろうに。そう、マジで今日の救世主でした。マジでいい子、今日めっちゃ仲良くなった。さあ、エリちゃんとおりんちゃんが隣なんですよ、楽屋の席が。そうだからずっと喋ってた。おりんちゃんとめっちゃ喋った。おりんちゃんに最初敬語でね、お互い喋ってて、いやさやの方が一日なんかほぼ同期やし、なんならさやの方が一日後輩だから敬語はなしにしましょうって言って、でお互いタメ口になった。なんか一日後輩ってのがめちゃくちゃややこしくて、私の方が一日先輩だった場合、なんかもうほぼ同期だからなんか同期ってことにしちゃおうよって言えるけど、自分が後輩側だからなんか言えない、言いづらい、そうっていうその問題ね。でも16期のみんなは私のことなんか先輩だと勘違いしてるから、そう違うんだよっていろんな16期のメンバーに言いに行ってる。行って回ってる。私は後輩だよって、だからその敬語使わないでねってみんなに言って回ってる。今日千織さんと舞台以来喋ったかも、ちゃんと挨拶以外で。めっちゃ楽しかった。千織さん公演で初めて見たけどなんか笑ってしまう。おい失礼だな。本当に失礼だな。エイトはね不定期に入ってきたから、みんなね、だって誰がいつ入ってきたかさえも私より後輩のメンバーだ、わかんないもん。京香ちゃんまでしかわかんない。京香ちゃんの次が誰かわかんないもん、もう。こんばんは。朝からすき焼き全然食べれるよね。千織さんのあれだけどさ、キャッチフレーズだけど。初見さんこんばんは。正直全然いける。朝から焼肉でもすき焼きでもしゃぶしゃぶでも食べれるもんな。ハンバーガーでも、あと何が重たい、ラーメンとか全然食べれる。フォローしましたありがとうございます。売れピーマン。元カレですの前の千織さんとサリンの掛け合いしなかった。でそれな、千織さんのおかげでさやが事故りかけた MC が持ちこたえた。唐揚げも、え全然朝か、朝カレーとか余裕じゃない。カレーなんて朝ごはんでしょもはや。
チーム A メンバーみんながサインのパン楽しみにしてる。そう、今日主演後にさ楽屋でも言われた、千織さんに。舞台の時に千織さんはさ2回3回ぐらいパン食べてくれてるからさ、サイリンパン焼いてきてってマジ今言い方似てるから、この言い方してた。マジサイリンパン焼いてきてよ、あれ本当に美味しかった、食べたいって言ってた。うん、夜公演の日だったら焼いていけるからさ、夜公演が次あって千代さんが出る時あったら、千代さんが出ない時でも焼いていきたいけど。サリンのパフォーマンスがよかった、ありがとうございます。え、似てるよね、千織さんがちょっとふざけた言い方するとき大体こんな感じの喋り方しとる。で、今日でもやってて重力シンパシーやってて思うのは、かっこいい系の曲の方が幅があって面白い、なんか楽しい。ハートのベクトルとかさ、重力シンパシーとか楽しい曲はいい、楽しい曲は楽しいんだけど、そのニコニコしてるだけだから、かっこいい系の曲だとね表情をちょっと遊べるからっていう楽しみがあるということに今日気づいちゃったね。どういう曲も好きなんだけどね。とりあえず2回やっても体力的に大丈夫そう。今日の場合はリハを全曲やったから3公演やってるんですよね、実質。だから全然体は限界だけど体は全然限界だけどね。で、楽しかったから乗り切れた。これが楽しくなかったら乗り切れなかっただろうなってぐらいハードだったけどね。楽しかったから余裕で乗り切れたね。今日の公演で君が思ってるよりが一番好きだった。あ、本当？あ、なんかあんまり君が思ってるよりは毎回変えてる感じじゃないから、でもじゃあこうクオリティが上がってるんだろうね、やるたびにね。その歌詞もさ、その噛み砕けるようになって、その歌詞通りの表現できるようにとかだんだんきっとなってくやろうから。確かに知らぬ間に成長パターンあると思うわ。これオンデマンドで見たよ、ありがとうございます。見ていてもすごく楽しい。おー、ありがとうございます。そんなわけで今日はちょっと早いですけれども、ぼちぼち終わりにしようかしら。今日は非常によく眠れそうです。今日電車はマジで眠かった、もうなんかこんなんで乗ってたみたいな、めちゃ眠かったです。ということでランキングやむよ。13位ともちさんありがとうございます。12位ピアノマンさんありがとうございます。11位チャン将軍さんありがとうございます。10位ラピスさんありがとうございます。9位かぼちゃ先生ありがとうございます。8位ヤスさんありがとうございます。7位バイコトさんありがとうございます。6位ケンソリセブンさんありがとうございます。5位バサッピさんありがとうございます。2位ヤチさんありがとうございます。3位ツナちゃんありがとうございます。2位トメさんありがとうございます。そして1位はフェラリーさんありがとうございます。イエーイ、お部屋涼しくなった？1度下がりました。1度下がるの結構でかいよね。ということで皆さん今日は遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ、おやすみ。